うんき、うんき、うんき。誰だ、汚い言葉をいっぱい言ってるのは。お前だな、仮面ライダービルドは。はい、こんにちは。おーちゃんの前原です。今日はこちらですね。うん。ボトルチェンジライダーシリーズ13、仮面ライダービルド。ジーニアスフォームです。2018年6月16日、本日発売のボトルチェンジライダーシリーズの新商品だね。うん、てか、これが最後かな。そうだね。早速開けてみましょう。はい、ということでこちらがボトルチェンジライダーシリーズのジーニアスフォームですね、うん、白いボディですね、うん、それにもうボトルがもうめちゃめちゃ刺さってますね、グサグサグサ、この姿に関してはですね、ちょっと今名言を避けたいと思いますけれども、はい、正直言うとあんまかっこよくないんじゃないかな、はい、顔はこんな感じですね、うん、でこの部分がビルドドライバーのギアのところと一緒なんだよ ね、 そうだね、でこういう風にボトルが刺さってますね、うん、ボトルの成分が目のところにこうジュワーって出てきてる感じかな、うん、で肩にもボトルいっぱい刺さってますね、うん、はい、で今回嬉しいのが顔がこうやって動くと、うん、ああそうね、うん、今回動きますね、よかったね、はい、うん、ちなみに腰は、あ、腰は動かないんだ、腰が、あ、動いた動いた動いた、動く動く、腰も動くのね、うん、あ、よかったね、ちょっとちゃんとベルトにはジーニアスフルボトル刺さってますね、うん、下まで行くとこんなような感じになっています、うん、すごいボトル刺さってる、ちゃんと足には刺さってるよ、うん、それで、今回はですね、この胸のこの部分、うん、これギミックがありますね、後ろのこの何、うん、なんだろう、この突起みたいなのがあって、うん、これを下に弾くみたいね、うん、そうすると中のこのキラキラが回るみたいな、あ、これ、これ、これ、うん、くるん、あ、こんな感じ、うん、こんな感じね、はい、さっきの変身の時はこれ押してただけです、うん、こういう風にね、そうだね、うん、こういう感じだ、いいね、で今回はその分解ギミックがありませんので、うん、他のフォームと入れ替えるとかそういったことはできないですね、うん、僕がポージングしたよ、これは、あー、うん、これはどういう格好ですか、ちょっと飛びながらパンチしてる感じ、あ、飛びながらこういう感じ、そうそう、あー、なるほどね、飛びながらパンチ、キックじゃなくて、うん、分かった、はい、じゃあパポンポージングしてみました、まあ、お決まりのライダーキックですね、うん、いいんじゃない今回、いいね、うん、ただここがねちょっと思ったよりもこの足がね曲がりきれないここね、うん、ここがなんでちょっとライダーキックの足がややぎこちなくなる感じかな、パッ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 、私がこれまでで最高のスマッシュ、あーあースマッシュだ、うわあわわ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 触れない、ああ、やっぱりな、私は最高のスマッシュだ、じゃあ戦うしかない、はっ、おー、柔らかいから効かないんだよ、うわ効かないんだよ、なんだと、は、代わりに俺の必殺技を見せてやろう、必殺バッターボール、ああ、痛い痛い、あ、頭だ、頭だ、やっぱりね、ボトルで割れてたの、汚い、ならば必殺技を使うしかない、おー、なんだと必殺技だと、最後、汚い言葉を使ったような、最高だ、はい、ということで今回はボトルチェンジライダーシリーズ13、仮面ライダービルドジーニアスフォームでした、はい、ということで今日も面白かったな。
とか気に入ったなと思ったら、ぜひ、いいねボタン、グッド、ライクお願いします。そして、ぜひお友達にも教えてあげてください。今回のおすすめ動画はいつもとこに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。